ウーブンプラネットホールディングス株式会社は2018年3月に設立されたトヨタリサーチインスティチュートアドバンスとデベロップメント株式会社を前身として2021年1月に設立された研究や先行開発領域においてトヨタグループ内の連携を強化し開発の加速化を行う持ち株会社であるウーブンプラネットホールディングスの下に 事業会社である、ウーブンコア株式会社と、ウーブンアルファ株式会社、投資ファンドである、ウーブンキャピタルがある。これら4つの組織をまとめて、ウーブンプラネットグループと呼ぶ。モビリティツーラブ、セーフティツーライブをビジョンとして、自動運転に関連する新しい技術と、先進的で安全なシステムを、世界中の人々に届けることをミッションとして掲げ、 既存の枠ををを超えたた大胆なな変革と、と新たな価値提供を加速化することを目指す。るこ目指また、ウーブンシティにおいて、スマートシティのデザインやコネクテッドモビリティ、ロボティクスの技術をトヨタやパートナーと実証していく。なお、ウーブンの発音は本来はウォブンであり、金書きするのであれば、ウォブンのような表記が本来の発音に近い。 自動運転技術の開発や実装、市場導入、普及を担当するウーブンコア、先進的で安全なシステムの開発や、ウーブンシティなど新領域における事業拡大機会の探索、革新的なプロジェクトの立ち上げと推進を行うウーブンアルファ、革新的なテクノロジーやビジネスモデルを開発する成長段階の企業に投資する、 ーブンキャピタルのグループ全体に対する戦略的な意思決定やシェアードサービスの提供、新事業の開発を担う。代表取締役 CEO にはジェームス・カフナーが就任。トヨタ自動車株式会社の取締役、執行役員とトヨタ自動車先進技術開発カンパニーのチーフ、デジタルオフィサーであり、トヨタリサーチインスティチュートのエグゼクティブアドバイザーも務める。 ソフトウェアファーストを元にしたアジャイルな開発、グローバル採用、社内公用語を英語にすると、仕事の進め方や社内ルールを新たに構築し、従来のトヨタグループ各社とは異なる、次世代の開発スタイルをとっており、トヨタの新しい働き方のモデルケースとなることを目指している。東京都中央区日本橋を拠点とし、2019年にフル稼働を開始したオフィスは、 第33回日経ニューオフィス賞にて、クリエイティブオフィス賞を受賞した。ありがとうございます。